ちゃん、ののののの頭がだいぶもこもこになってきましたよ。まだねちょっと首周りと後頭部がパヤパヤしてるけど、ああこの辺もだいぶもっふーになったね。ああののちゃんのこの反応がね、ねえのの、そこ暗いよ、こっち来れば、こっちおいでよ、えいの、ののたん、顔かゆいよね、新しいの入ってきてるからね。というわけで、ハジブトガラスのののら、ののちゃんね、左目の涙管、微涙管閉塞ね、涙でずっとびしょびしょだったんですが、まあ、涙は止まったので一安心ってところだったんですけど、どうもねののらの行動を見ていると、突然なんか何に驚いたのとかね、急に飛び上がったり、何かに驚いていたりとか、ちょっとね行動がねんっていうところが多々あるので、もしかしたら左目の視力の状態が良くないのかもしれないですね。全く見えてないっていうことはないと思うんだけど、見えにくいのかもしれないですね。なんのそこ暗いよ、この上上がってほしいんだけど、ののたん。まあ片目がはっきり見えてないと、視野のね半分が見えないっていうことになるので、手とかね何か障害物が近づいてきた時に急に見え方としてね、近づいてきたっていうのではなく、視覚から急に現れるっていう見え方になるので、まあツバメの塩ビもそうですし、あとキジバトのねマールくんも片目、マールはね片目がもう完全に見えてないので、なので見えてない側から手を出さないようにっていう配慮をしてます。出ないとねなんか急に手が出てきたっていう感じでとっても驚くので、ねえののなので、ののちゃんももしかしたらちょっと左目の方に、うん、はい見えてないわけじゃないけど、ちょっと見え方がね、もしかしたら見えてはいるけど部分的に視覚が見えにくい部分があるとか、そういうのも考えられるので、なのでちょっとののちゃんは注意が必要ですね。まあ翼も飛べないようにクリッピング短くねカットしてますけども、本当にね、なんで今飛び上がったのっていうことが多いので、でそれで飛べてしまうと本当にねののは危ないんでね。ねえののちゃん、うん、これからもちょっとののののことはよくね行動を観察して気をつけてね。多分こっち側がね見えにくいのかもしれないね。ののねののたんこっちね、だって目が開いたばっかりの時からずーっと涙が出てたんだもんね。ぼやーっとしてたしね、のの。いいですか、ののたん。はい。というわけで。ねえ、のの。うん。はい、というわけでハジブトガラスのののらでした。ではではまたねー。ののちゃん。